いつまで上のあれは燃えとるんやろか。ふうれこれ耐久力3ね。で修繕が1つ、そして経験値もたまり、最強の金装備を装備するその時。はいどうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。イエーイエーイエーイ。失礼。前回ですね、すごいね、結果をね、出してしまいましてね、放置をして、恐ろしい数の、金、ゾンビーフ、腐った肉、腐肉、手に入るという、ところでございます。で、そして私、今、左手に持っている、この、豚肉もね、相当集まるような状況。前回に作った機構、そして前々回に作った機構を大活躍、機能させたわけでございます。さあ、そんな、金が多数手に入った、この世界で私は今日、あることをしたいと思っております。こちらのチャンネル、年末年始を除くほぼ毎日、マインクラフト動画をお届けするチャンネルでございます。私が、中の人、マグニーがお見知りをよろしくお願いいたします。それでは、本日もやってまいります。ショータイム。金が手に入るようになる。ね。そして私はこの環境、いくらでもね、装備を作ることができる。そう、つまり今日金を使って、私がもう今まで足を踏み入れたことのない、すっげー最強のフル金装備を作ろうという風に思っているのです。大したことはないのだが、すげー時間がかかる可能性があるのだ。まずはそれぞれを、作っていく。よし、これで完成だ。そしてそれを全部固める。こんだけ装備を雑に作ってもまだ減っていない。いくらでも金ブロックが存在するこの感じ、素晴らしいですね。やっぱりね、金装備がいい理由っていうのはね、皆さん、金装備をしていることで、ウェザーの中でですね、元気にやっていけるということよ。経験値をいつでもね、取りに行ける状況なので、修繕さえつけておけば、潰れることもありません。とりあえず集めてみた。適当にね。まずね、ダメージ経験4がね、4つ必要になってきます。なので、それを作っていきましょう。ダメージ経験42つ目、3つ目、4つ目。はい、これでね、ダメージ経験4が4つできました。それぞれにね、つけることになります。そして、ね、これ水中採掘ね。で、水中呼吸ね。で、水中歩行ね。あと耐久酸が2つ。そして修繕が1つあるので、修繕があと3つ。それでは、取引の時間だ。どうとでもなるぜ。適切なやつを探すぞ。水中呼吸じゃない。将来でもこう、修繕だ、まず。修繕が1。2、3、あ、これで修繕が4つ揃った。どこ行った、耐久さんちゃん。耐久さんちゃんどこ行った。いた、耐久さんちゃん、君の耐久さんを2つくれ。よーし、危ない、こっち入ってこようとしたい、今村人が。じゃあちょっと揃えていくよ。まず金のブーツにつけるべきは、耐久3、ダメージ軽減4、水中歩行、修繕、はい、この4つでございます。落下耐性がいるか。落下耐性なかったかもな。探してくる。落下耐性、さあ今探しづらいぞ。落下耐性、いた、待て、落下耐性、ありがとう。はい、これでね、5つつくことになります。ご覧ください、こちらにも5つついてますね。私が今装備してるものは最強装備でございますから。はい、で次にヘルメットです。ヘルメットとブーツが一番多いのか。そうだな、ヘルメットには水中採掘、修繕、耐久、そしてダメージ軽減、そして水中呼吸だ、揃っている。で金のレギンスには耐久3と修繕とダメージ軽減、そして最後にチェストプレートに耐久3と修繕とダメージ軽減4、これで全てが揃うわけですね。あっという間でございました。時間がかかると思っていたが、割とすぐに集まってしまいました。集まってしまいましてっていうのも何なんですが、最強の金装備をまとうべく経験値稼ぎに行きましょうね。私は今日金の最強の全身装備をね、作って、ただそれだけで終わるわけでございませんから、安心してください。安心してまだ動画の視聴を続けください。もしくは飽きて出て行ってくださっても構いません。あ、やってるね。俺もね、昨日ね、拡張したんだよ。金がいくらでもあるからっていうことでね、ずっと動かしてんの。うん、動いとけよ。完璧なルート、ふわっ、はあ、金のね、装備っていうのは不思議なポイントがあって、意外と強いんじゃないか、金装備説ってのが実は存在します。順番で言うと革装備でしょ、で次にチェーン装備、次に鉄装備、で次に金装備みたいな感じでランクはつけられてはいるんだけど、鉄装備の後に金装備なのか、金装備の後に鉄装備なのか、強さで言えばよ、これがね非常に謎で、あからさまに強いのがその次のダイヤ装備で、で今装備してるのがネザーライトなので、そのダイヤより上のものを装備はしているんだけど、金装備の位置ってのがいまいちわからない。鉄と金だったら防御力どっちが強いのとかわかんないの。ただし金は
耐久力は低くて潰れやすいっていうことは知ってる。ただ鶴橋に関してだと鉄と金だと金の方が採掘速度が速いんじゃないか説は存在してるんですよ。よくわからない話に付き合いいただきましてありがとうございます。じゃあレギンスから作っていくか。ほらほら、じゃあ次はチェストプレートって言いたいところだけど、経験値稼ぎスタート。前はここでね、この装備をあれやっちゃったけどね、うるさすぎるな。皆さん耳を閉じてください。一回、原音でね、原音でちょっと聞いてもらえますか。どうぞ。ずーっと私はこの音を聞いてますから、聞きながらやってるとちょっとだんだん頭がおかしくなってくるんですね。さあチェストプレートを作りました。はい、これで今ちょっと完成しましたね。あとが一番大変なヘルメットとブーツをこれから作っていきましょう。今回私は金遊びを一生懸命考えてどうしようか悩んだ挙句、サムネ映えしそうな金最強装備っていうのをね、選択したわけですね。大体普通だとこれ金がこんだけ溜まるようになったんだったら金ブロックでの建築とかをやりそうなもんなんだけど、私はねそこをね避けて通りたいがために今回こういう企画となりました。あはははは、いきますよ。じゃあ皆さんヘルメットつけていきまーす。ほー、あー足りない足りない、結構、ちょっと待って、うわ全然足りないじゃん。ヘルメット完成、残すは金のブーツのみ。いけー、よいしょー。さあ最後、うふー完成しました。最強の金装備たち、ご覧ください。金のレギンス、耐久3修繕、ダメージ軽減4、耐久3ダメージ軽減4修繕、水中採掘修繕、耐久3ダメージ軽減4、水中呼吸3、耐久3ダメージ軽減4、水中歩行3修繕、落下耐性4。最高じゃん、最高じゃないですか。無敵のやつできましたねっつって、んでね、もうここにエンダーパール溜まりすぎてたんでポイ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 捨ててました。ちなみに言っておくと、こうやって今経験値を貯めておりますが、この経験値機構ですらついでのものでございました。ウィザーローズをたくさん集めるための場所だったんですね。なのでちょっと今捨ててます。本当はあなたのウィザーローズにいっぱい溜まってほしいんだから。あ、そうだ、回復させよう、ついでに我が装備うるっ、はい完全回復、そして経験値も溜まり、3、2、1、はい。そしてまたいらぬエンダーパールを回収し、ポイポイしておきましょうや。これさ、今さこうやってエンダーパールさ拾って捨ててるじゃないですか。見ててね、これね、捨てるボタンを押しっぱなしで、あとはこのカーソルを合わせるだけでアイテムが捨てられるわけなんですが、ちょっとでも失敗してね、大事なアイテムにこのカーソルが当たろうもんならさ終わりだぜ。危ない橋渡ってるぜ。それでは、はぁ帰りまーす一発で決めます、余裕だな。お、そうだ、わっせ、まあ、ここまで来たんでついでに鉄回収しとこ。意外と集まってないな、やっぱ効率下がってる気がするわ皆さん。こう鉄でもね、今うちはご覧いただいたように鉄もすぐ手に入るし金もすぐ手に入る状況になってますね。金持ちですよ。そんな状況だからこそこうやってね、いろんなことを試せるわけですよ。だからってことで今回まあ第一段階でね、金の最強装備を作らせていただいたわけ。あとはみんながどんなコメントをくれるかでね、今後のこの金人生がね、どう変わっていくのかっていうところでございますね。はい、見て鉄なんか見て、こんなにあるんだから。さあ皆さん、ついに私が最強の金装備を装備するその時がやってまいりました。ありがとうございます、こんにちは。最強の金装備を装備してみました。どうですかこの光り輝く金装備特にだな。じゃあついでに、いかに今のネザライト装備がかっこいいかをね、お見せしていきたいと思う。ちょっと届いてくれみんな、いくよ。これが金装備だね。じゃあゴーレムと並んどくか、これ金装備だっつって。さあいくよ、うわどうですかこの肩の感じといえば、まずヘルメットがかっこいいわな。まあでもあんま見ないよね、見慣れない感じではあるよな。全身が金なんてことはほぼほぼないから。よし、じゃあしばらくこれで活動するか。成金マグニーということで、ちょっと背中の文字もこれなんかどうにかして金に変えるかな。これ神になってるけど、これね、どうも成金でーすってね、ブンブン。前回から私は成金という風になってますので、はい、あ、そうだ、でね、思ってたんですよ皆さん、装備ボックスがないからここかさばるんだよっていう、なので作ります。今回この私手元に持っているシュルカーボックスを青に染め上げ、装備ボックスと名付けていきたいと思います。まいりますよ、ツールボックス完成だ。
ありがとうございます。ツールボックスが完成いたしましたので、この中にも今は装備しないものたちたちをどもどもを入れていきたいと思います。ツールということなので、ここも入れていいと思うんだよな。こういう具合に入れてっていいと思うんだよな。こうやって、はい、できた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 。ここにエリトラが多数欲しくなってくるね。こうやって箱作るとね、欲しくなってくるね。あまりのエリトラというか、今このエリトラっていうのはこれね、これのことなんだけど、空を飛ぶために必要な羽なんだけどもね、その予備がここに入れたくなってくるよね。ふぅー、よいしょっと。おお、見てこの鉄の装備が、これすごいことなってんぞこれ。わはは、また力技で落ち作っちゃった。オチを作れなくなったからって力技でオチを作るんじゃない。